どうもあの皆さんこんにちはえっ、ー、と台風の中、えー、と大変ですね <laughs> じゃあ,あの最後の最後のなのであの、まあ、頑張ってください、えー、と私はあのあの素粒子物理学ということ特にニュートリノの研究をしているのでそれについてお話ししたいと思いますまずあの自己紹介なんですけれど、えー、と1970年代に、えー、と愛知県で生まれましたで高校の時に相対性理論とかそういうこう こうブルーバックスの本を読んでそういうものに憧れてですねそれであの京都大学理学部に、えー、と受験したんですけれど見事失敗してそれで一浪してですねその後こう無事入りました、はいえー、とで大学を卒業した後大学院というところに、ま、あの入学しますで最短だと5年で博士号が取れるんですけれどいろいろ寄り道をして2年余分にかかって博士号を取りました。 でその後こうあ,の筑波にある茨城県つくば市にあるエネルギー加速研究機構というところに、えー、行って研究をしてさらに2007年から京都大学に戻ってきましたということこです専門は素粒子物理学実験特にニュートリノの性質を調べているというでここで実験というふうにこう、まあ、赤く書いているんですけれど、えー、と素粒子物理学の分野、まあ、物理の分野かなりそうになってきているんですけれど、えー、と人が分かれています。 理論屋と呼ばれる人でこうひたすらえと考えるそういうえ人たちそれからえと実験屋私実験屋です実験屋は何をするかというとですねあのもう考えないでとにかく持ち上げるというそれが実験屋ですあのかんあのまあ考えるのは考えるんですけれどとにかく考えても答えが出ないものはこう測りなさいとそういうことをしているということですはいで素粒子物理学っていうのは何ですかって言ってさっきの,あのえと講演ですと コン,あのコンプレックスって複雑さをひたすらひたすらこう,こう複雑さを一生懸命研究されていたみたいなんですけど素粒子物理学は全く反対ですできるだけ簡単に簡単に一番こうもう,もう複雑さが絶対入ってこないようなところは何かっていうそういうのをこう探したいというものですで世界が何でどのようにできているかっていうのをもう複雑さはとにかくで,すできるだけ排除してであの一番本当の 小さいところはどういうふうにできているのかってそういうことを理解したいという、えー、学問ですでまあそ,のそういうそういう学問っていうのは実はもうあのギリシャ時代ですね、B、あの紀元前4000年4000年ですね400年あごめんな4000年のはずないですね紀元前400年頃からもう始まっていてデモクリトスこの人は多分典型的な理論屋さんだと思うんですけれど考えて答えを出そうとしたでそのデモクリトスによると世界には アトモスと呼ばれるるものとと。と空間だけがあるとでアトモスというのがそれ以上分割できない物質の最小単位であると,で、えー、とこの人が考えるにはこうそれはその分割できないんだけれどいろんな形をしていてそれが物質,としての物質としての性質を決めているとこうねいろんな世の中にはいろんな物質があるけれどそれはそのアトモスの形が決めているんだということですでこうだから何もないからの空間の中にそういうアトモスがあると。 いうのがこののこデモクリトスの考えた世界ですあと面白いことにさまざまな無数の世界が誕生したり消えていったりしているというそういうようなことも考えたみたいです、はい、でその後ですね、えー、2,000年以上の時を経て、えー、人類はどこまでたどり着いたか皆さん知っているか,かなどこまでたどり着いたか物質をどん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 細かく見ていくということを人類は行いましたでどうもこう例えばこう水っていうのは細かく見ていくと分子に で,できているみたいだ分子の大きさっていうのが10のマイナス10乗メーターなんとか乗っていうのはここでやってるんですかねもうやってるやってるマイナス10乗だから1000万分の1ミリですでその分子というのも細かく見るとどうも酸素原子というの水の場合ですね水の場合酸素原子というのと水素原子っていうのでできてるみたいだ原子に2種類の原子でできているでその原子を細かく見るとどうも こう真ん中に原子核というのがあってその周りを電子が回ってるみたいだということですで原子核っていうのが、えー、どうも陽子と中性子がこうこうくっついてできてるみたいだでこの原子核の大きさっていうのが10のマイナス1乗十5乗メートル原子の10万分の1ですそれ大体どれぐらいかっていうとえっ、ー、と京都の有名な大文字山この大文字山を大文字山の大の字を この原子の大きさぐらいだと思うと原子核、どれぐらいの大きさだと思いますこ混この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 交わってるぐらいでしょうかね、どれぐらいいだと思います10万分の1っていうとここに落とした針の穴ぐらいです、ねはい、めちゃくちゃゃく小さいですこの 原子っていうものの中の真ん中に原子核があるんだけれどその大きさの比率っていうのはこの大文字あと東京ドームでも何でもいいんですそれぐらいの大きさのところにポツンと落とした針の穴ぐらいですその周りを電子が回っているスカスカですねさらにですね、えー、とこうこう人類はどんどん研究を進めていくか陽子と中性子っていうのもまだそれより細かいものがあるクオークですねクォーク陽子だとクオークが3種類のあ3種類 えーと3つの区奥でできているとそういうふうに今考えられていますそれからこういった素粒子を、えー、とくっつける力があるはずだ、ね、力がないとこうバラバラになっちゃうで今のとこ四つの力がしら四4種類力種類があることが分かってます電磁気力強い力弱い力重力というちょっとダサい名前ですけれど分かりやすい名前でまあ電磁あのイメージ的にはですね、えーとまあ、電磁気力で強い力強い 弱い力弱い感じこの矢印の太さに気持ちがあるそれから重力はめちゃくちゃ弱いんだけど、まあ、遠くまで届くっていうそういうふうなものになってますで電磁気力っていうのはとってもこう身近で面白いというかあの直接皆さんが体験することっていうのはほとんど電磁気力をあの通していますちょっと体が重いっていうのは重力ですけれどそれ以外はかなり電磁気力がこう直接は例えばですねこの 電荷を持った粒子、素粒子でもそうですけど電荷を持った粒子があるとこうその周りに電波というのが広がっているでじゃあ電子電子がこの金属の中をこう動くゆすってやる何が起こるかこの電波が波として遠くに伝わっていきますこれがこう電波ですね皆さんこう多分 ほぼ持ってるのかな携帯電話持ってますね、多分今どきの、持ってない人もいいですよ、別にいてもいいんですけど、その携帯電話というのは、こうやってこのアンテナの中で電子をゆすってる、そうすると電波が出る、それによってこうあの友達にメールが送られたりとか、そういうことがある、電磁器のおかげです、それからですね皆さん、光知ってますね、今見てますね、光を。光 で光っていうのは波の性質を持っているということが昔から分かってましたもうニュートンの時代とかその前からですだけれどその後その後の研究によって光は何かということは実はさっきのこう電磁波をと同じでこう電,電荷を持った粒子が揺すれられるそれによって出てくる電磁波だっていうことがよく分かっています光って電磁波なんですねこう、こう 昔の人はこう光が電磁波だなんてきっとこう思いもよらなかったんですけれどこう人類はそのうち電磁気というものをよく理解するようになって皆さんが目にしている光というのも電磁波の一種だということが分かってきてね色の違いっていうのは周波数の違いに対応しているということも分かっているさあじゃあもう現代科学の最先端までいったかで今言ったことをまとめると物質というのはこんなふうに原子核原子核陽子中性子そしてその中のクオークでできている。 それからこれれれららを入れるる箱空間があるそれから力がある、ね、波として遠方に伝わることもできるような場と呼んでいるる力があるです、ねはい、場というのはこう力を伝えるしある時には遠くへとちかあのこう波となって伝わるさあこう完成しましたこれでいいのかって,って、ね、これでいいんだったらこの後編このあ、えー、と続かないのでそんなはずないですねさあどういうふうになっているか。